1年前の悲劇も今は思い出、メモリーの彼方へ。柔らかな光に包まれ、秋の色に染め抜かれた府中東京競馬場です。第120回区切りの時に17頭、運命の瞬間が近づいています。さて、実況席の解説は吉田仁さんと東真嗣さんです。お二人にまとめの方を伺わなければいけませんが、まず吉田さんは4連勝中のクリス・ザ・ブレイブに20までということになりましたけどもね。そうですね、2ゲーム馬の4頭の中の1頭なんですけれども、もともと折り合いのつくタイプですのでね、枠もこの4頭の中では一番外行きましたんでね、前が行けば3番手4番手ぐらいに控えて、で早めにスパートという、いずれにしろ早くなりそうなんですけれども、差し追い込み馬の方にみんな目が行っていますんでね、このクリス・ザ・ブレイブの潜在能力の高さに、なるほどね、今日は期待してみたいなと思いますね。そして東さんは20丸、1番人気のセウンスカイです。そうですね、1番人気11連敗ですからね、ここでやっぱり挽回してほしいなと思う。ジンクスで考えれば8枠は来ない、そういうのもありますからね。そういうのを考えるとどれを取るかって考えます。その時にやっぱり実力から言って、やっぱりスペシャルだってね、実力あるわけですからね、あとは展開いかんでどういう風になるか、いかに2コーナーをすんなり回れるか、スムーズに回れるかだと思うんですよね。やはりこの 2000m 府中、そういうことを考えますね。余計なアクシデントがない限りは、もう自分の力を発揮できるなと思うんですよね。なるほどね、さて、1コーナーのポケットスタート地点には佐野瑞希アナウンサーがスタンバイしていますが、佐野さん、17頭各馬落ち着いております。で、セイウンスカイですけれども、先ほど面子を取りました。そして鞍上の横山典弘騎手、ちょっと落鉄してないかなんていうふうに確認をしてましたけれども、全く問題はありません。非常に横山騎手は落ち着いて冷静にセイウンスカイのことを見ています。そしてスペシャルウィークと武豊騎手ですけれども、武騎手はちょっと硬い表情してました。さあ、果たしてこのスペシャルウィーク、前走の負けがやはり気になるところなんですが、東さん、それなりの走りは見せてもらいたいところですよね、今回ね。そうですね、武豊君もそれなりに秘策を考えているということなんで、どういう乗り方をするか楽しみですね。さあ、今スターターがゆっくりとスタート台に向かって歩いていきました。秋の G1 10連戦の第2戦です。天皇賞秋、14万を超える観衆の声は1コーナーのポケットにさあどう響き渡ったんでしょうか。吉田さん、展開の予想、前に行きたい馬たくさんやっぱりいますが、アンブラスモアが2番枠、桜並木が3番枠とね、5枠引きましたんでね、まず行くとは思うんですけども、あと、サイレントハンターがどうでしょうかね、向こう島あたりからちょっと行きそうな感じもするんですよね。なるほどね、今回はブリンカー姿の。さあ、そして、スタート地点ですが、佐野さん、これはセウンスカイちょっと、そうなんですよ、セウンスカイをまず入れようということなんですが、ちょっと気合いましたね。そうですか。一発横山騎手の気合を入れる声を出したんですけれども、なかなか入りません。今向かってますけど、このセウンスカイが、もうちょっとゲートインを嫌っていますね。嫌ってます。東さん、一番人気11連敗中のジンクス、ね、また悪い癖が出てきましたね。ちょっと嫌な話になってきましたね、これスタート前から、ここのとこ忘れてたんですけどね。さあ、もちろんこのセウンスカイがなかなかゲートインしないという映像はこの東京競馬場場内にも流れておりまして、どよめきが起こっています。ダービー以来のこの府中、でもそれが強いんです、ね、このセウンスカイが収まらないことにはという1コーナーのポケット地点です。塩原さん、スタート そのゲートの前までは来るんですけども、そこから下がっていってしまうんですね。そのようですよね、ちょっと時間かかるかもしれないですね。これはちょっと時間を要しております。
やっぱりね、こういうアクシデントがあるとね、一番人気がまたこういうことになると、はい、後が不安になりますよね。逆にゲートの後ろの方まで下がっていってしまいました。中間 の、ね、あのゲート練習もしたんですけどね、はい、その時も少しやっぱりもともとちょっとあるんですよね。で、中間のゲート練習の時も少しこのようなね、はい、仕草を見せていたんですけども、今日はかなり嫌ってますよね。その嫌なところがこの大きな舞台でというところ、うちの音が響き渡りました。それでも収まらない、今塩原さん、はい、拍手をするようですね。あ、これは東さん横山ジョッキーも動揺を隠せませんね。そうですね、本当にこうあともう今目隠ししたんですけれども、黙って入ってくれよって感じですね。ちょっとこれも効かないようですね。はいはい、さあこれは早くもスタート前から波乱の匂いが漂う第120回の天皇賞です。一番人気のその嫌なジンクスをこの星雲スカイが今年こそは打ち破ってくれるかと思われている中、ゲートインに時間がかかっています。目隠しをされて、この星雲スカイがゲートの中に収まらないことにはその他の馬も体勢を作ることができませんが、佐野さん、はい、塩原さん、星雲スカイのこの影響を受けていそうなその他の馬ってのはいますか？そうですね、今のところはないですけれども、でも各ジョッキー非常に気を使ってますね。そうでしょうね。今収まりました。さあ星雲スカイ一番人気、ね、ヒヤヒヤさせた中今収まりました。気が向いてくれましたね。まあ、東さん、あとはこの星雲スカイが先行馬多い中でどんな位置取りでレースするかですよね。やはり今ちょっと気合い入っちゃったんでね、はい、かかっていかなければいいんですけどね、まあ、4、5番手あたりについてくれれば、はい、そして外目を回りながらじっくり回れるようならいいと思うんですけどね。その他の馬のゲートインの方は順調にシルクガーディアン、それから6番のステイゴールドと収まっていきます。さあそしてキングヘイロー、メジロブライトが収まって、さあ最後に鶴丸剛、900倍を見た後ならば何が起きても驚きません。 G1 ホースのプライドか、進行勢力の一発か、第120回天皇賞スタートは切られました。注目は2コーナーまでの位置取りということになりますが、内枠アンブラスモアもちろん好スタートを決めました。桜並木王もここに続いていこうというところです。さあ2コーナーのカーブへと入っていきました。飛ばしていくか飛ばしていくか、菅井直輔飛ばしていくか、アンブラスモア、そして桜並木王、田中剛、そしてその外を通りましてプリスダブレイブももちろん好位からレースを進めていきます。その後ろに黄色い染め分け棒がうっすらと見えました。サイレントハンターが行っています。キングヘイドをこの位置、そして内からエアジハードが行っている。その後方には6番のステイゴールドつけました。11番のスティンガーこう1点、そして星雲スカイはこの位置だ、星雲スカイはこの位置だ。ダイワテキサスがいて外を通って鶴丸剛が行っています。シルクガーディアンがつけました。そして8番の優勢トップラン、かなり縦長の展開になっている。その後方にスペシャルウィーク、その後方にスペシャルウィーク、今 1000m 前半通過、58秒台、メジロブライトが続いています。15番の名勝オード、それから14番の北海ルソーです。かなり縦長の展開になりました。気持ちよさそうにアンブラスモアが引っ張っている。アンブラスモアが先頭、そしてサイレントハンターが2番手、3番手桜並木王です。大欅の向こう縦長になりながら過ぎていきました。第4コーナーのカーブへとこれから差し掛かろうというところ。
さあ注目の馬は中段からやや後と直線コースでどんな足を見せてくれるのか。予想通りアンプラスコア先頭で、さあ直線コースを迎えました、直線コースを迎えました。アンプラスコア先頭だ。最内をついたのはキングヘイロー、それからサイレントハンター、外を通ってエアージハード上がってくる、エアージハード、それからスティーゴールド、その外からはスペシャルリークだ、その外からはスペシャルリークだ。しかしまだ200を切って、アンプラス頑張った、アンプラス頑張った。さあセーブスカイスペシャルリーク、スペシャルリーク、セーブスカイスペシャルリーク、スペシャルリーク、先頭に立つか、スペシャルリーク、そしてステイゴールド、スペシャルリーク、最後は先頭1着、スペシャルウィークです。春秋縦連覇、そして武豊にしてみれば1年遅れの天皇賞、秋1着でのゴールです。勝ちタイムは1分58秒0、勝ちタイムは1分58秒0、レコードの赤い文字が今灯りました。最後はやっぱりスペシャルウィーク、激戦のこの天皇賞を制しました。最後の直線です。すごい見応えがありましたね。大外からスペシャル、そして去年の2着バステイゴールドも大健闘です。いやー、それにしましても春秋縦連覇、こんな劇的に決まるとは思ってもみませんでした。あのね、がっちり抑えましたよね、はいはい、後方から3投目ぐらいですかね。そうですね、まあ、このスペシャルウィークのうちの方にはセーブンスカイ、青い帽子ももちろん見えていたわけなんですが、右の握り拳は武豊、1年前サイレンス鈴鹿で果たすことのできなかったこの天皇賞秋、今年はダービーの舞台、思い出したかスペシャルウィーク、やはりこの大きな舞台スペシャルウィーク、前走の負けで人気を落とした格好ではありましたが、見事1着でゴールバンを駆け抜けました。東さんは最後の直線どうご覧になりました？そうですね、まあ声援はね、ちょっと上がってくるのが遅かったかなっていう感じもするんですけどね。まあスペシャル、やっぱり武豊君の秘策はこれだったんですね。なるほどね。あやっぱり力はありますからね、はいはい、馬の調子がもう一つならば、うん、昨日 JRA 通算1700勝を達成した武豊、ジョッキーの頭で考え抜きました騎乗です。1着で通過は9番のスペシャルウィーク、そして2着には去年に続いての銀メダルとなりましたステイゴールド、